どうも、キンモゲーミングです。今回はですね、 Xbox シリーズ X を実際に1年間使ってみて見えてきたいいところや悪いところを含めたレビューをしていきたいと思います。で、今回レビューをしていくにあたって、 Xbox シリーズ X にある独自の機能の簡単な紹介や説明などもしていきながら進めていきたいと思いますので、興味がある方はよかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは Xbox シリーズ X での実況動画を中心に、ゲームパスで遊べる新作ゲームを紹介したり、海外で話題になっている Xbox のゲーム情報などを紹介していますので、気になった方はよかったらチャンネル登録をお願いします。それではまず最初にですね、 Xbox シリーズ X の外観に関する感想を話していきたいと思います。以前このチャンネルを始めたばかりの頃にですね、 Xbox を買ってすぐのレビュー動画を上げたんですが、その時も話したんですけど、 Xbox シリーズ X の外観としてはすごく洗練されていて、とてもシンプルな外観ですね。まあ Xbox の名前からも来るように、本当に箱といった感じの外観ですね。大きさ的にはちょうど良くて、大きすぎず小さすぎずっていったところですね。こういったところって結構大事なところだと思うんですよ。っていうのが、やっぱり皆さんこのゲーム機をですね、今に置いたり、ゲーム部屋がある方は机の上にゲーム機を置いたりされると思うんですけど、その時にあまり場所を考えずに置いておける大きさなんで、机の上に置いても場所を取らないですし、テレビ台の上にも十分に乗る大きさだと思いますね。それに黒い直方体の形をしたコンソールなので、今に置いておいても部屋の外観を崩したりすることなく、他の家具と調和を取れるようなデザインになってるのがいいところだと思いますね。そして個人的に初めて Xbox シリーズ X を起動させて思ったのが、ここは多分初めての方はみんなびっくりされるところだと思うんですが、とにかくすごい静かなんですよね。ファンの音すら全くしないので、起動しているのかしてないのかっていうのが心配になってくるぐらい静かなコンソールですね。これは長時間ゲームをしていても全く変わらずに、ほぼ無音で起動し続けるっていうところがびっくりですね。当時 Xbox シリーズ X が販売された時に、排熱に問題が出るんじゃないかっていう話がよく上がっていたんですけども、実際1年間使ってみて感じたのは、排熱に関しての問題を全く感じないですね。一応排熱を行うところが、本体の上部の部分全てが排熱を行う場所になっているんですけども、長時間プレイしているとね、若干暖かい温風が出てくるんですけども、まあそれは多分ちゃんと排熱を行っているってことだと思うんですね。温度的にはですね、ちょうど上のところに手をかざすと生暖かい温風が来るっていうような感じですね。なんでそんなに暑いっていうような感じではないですね。それとこれはちょっとマニアックかもしれないですけど、個人的にはですね、 Xbox を起動した時の起動音が結構気に入っていますね。こうピコっていう音がね、なんか可愛らしいですね。そしてこれも Xbox シリーズ X を買って初めてレビューした時に思った感想なんですが、コントローラーですね。コントローラーに関しては自分は PS4 を以前愛用していたんですが、それと比べてだいぶコントローラーの大きさが違うのと、ジョイスティックの位置がですね違うっていうのがあるので、まあ、慣れるまでにはね違和感があるかと思うんですが、慣れてしまうと個人的には Xbox のコントローラーの方が使いやすいっていうのがありますね、まあ、使いやすいというか手にフィットするっていう感覚ですね。すごく持ちやすいですし、手に馴染む設計になっていると思います。ただし使う人の手の大きさによって感じ方はだいぶ変わってくるかと思います。自分はもともと手が大きい方なんで、 Xbox のコントローラーだとちょうどよく手に馴染むんですが、もしかすると女性の方や手が小さい方だと少し大きいかなって感じると思います。手に持った時の重量感としては PS4 と比べてバッテリーが入っている分重みがあるっていう感じですね。コントローラーの上部についているボタンやコントローラーの背面なんかに小さな凹凸があって、滑り止めのような役割を果たしてくれているんですが、長時間プレイしているとどうしても手が汗ばんできたりとかする時もあるんですが、その時も背面の凹凸がある程度滑り止めの役割を果たしてくれているので、そのあたりもありがたいですね。そして最初に初めて Xbox のコントローラーを使った時に疑問だった、なぜ今更バッテリーで動くのかっていうところが後々しっくりきますね。っていうのが1年間使ってみて思ったのが、コントローラーはバッテリーを使って動く方が毎日ゲームをプレイする方や長時間ゲームをプレイする方にとってもありがたい設計だと思いますね。っていうのが内蔵電池を使うコントローラーだとどうしても途中充電をしないといけないんですね。
で、これが毎日プレイをする方にとっては意外とストレスになるところでもあると思うんですね。もちろんそのためにコントローラーを2台持っている方もいると思うんですが、1つしかコントローラーを持っていない場合、充電しないといけないと、その充電している間有線のコードを使わないといけなかったりするので、ゲーム部屋でプレイしている分にはいいんですが、今なんかでプレイされている方はある程度コードが長くないといけないですね。内蔵電池だろうが乾電池だろうが、電池って長い間使ってると充電できる容量がだんだん減ってくるんですね。で、乾電池の場合だと交換するだけで済んでしまうんですが、内蔵電池の場合だと開けて交換っていうのは難しいところだと思いますので、そうなると内蔵電池のコントローラーの場合だとコントローラーごと交換することになるんですね。で、実際乾電池はじゃあ1年間でどのくらい使うのかっていうところなんですが、僕はこの1年間で使用した乾電池はおおよそ72本ですね。一度にコントローラーに入る電池が2本なんで、年間でおおよそ36回交換したことになりますね。もちろんこれはプレイする時間なんかによっても変わってくると思いますので、その辺に関してはプレイしている側の使用状況に応じて変わってくるところだと思います。ただ電池を交換することによってコントローラー自体は半永久的に使えるっていうのはいいところだと思いますね。ただもし乾電池が嫌だっていう方には充電式の電池パックっていうのも売っているので、そちらを使うっていう方法もありますね。なんで充電式にするのか乾電池の使い捨てとして使っていくのかっていうのを使用者が選べるっていうのは Xbox のコントローラーの優秀なところだと思いますね。個人的には乾電池の交換っていうのが一番楽だと思っています。自分は今でゲームをプレイしているんですが、テレビ台からソファーまでの距離が長いので USB のコードだと微妙に届かないんですよね。なんで電池交換することによってコントローラーがまたフル充電の状態で使用できるっていうのがとてもありがたいですね。あとこれは使用者の使い方によって変わってくるところだと思うので、一概にはこれがいいとは言えないんですが、あくまでも自分の感想としてはこの電池交換っていうのは Xbox のコントローラーでかなり気に入っているところの機能の一つですね。そしてもう一つコントローラーに関して言えることが、このチャンネルでもいくつか動画を作ったんですが、Xbox シリーズ X でキーボードやマウスなんかを使いたい方は Xbox 本体に接続することによって使用することができるので、 FPS などのゲームをプレイする方にとってはありがたいところではないかなって思いますね。キーボードやマウスを使っての操作感に関しても個人的には全く違和感なく動作していると思います。それではここからは Xbox シリーズ X の機能面に関しての簡単な説明と感想を言っていきたいと思います。Xbox シリーズ X の主な機能としてクイックレジュームと FPS ブーストオート HDR スマートデリバリーマイクロソフトエッジマイクロソフトストアゲームパス X クラウドが挙げられます。この8種類の機能が主に Xbox シリーズ X でプレイしていくにあたって使用される機能となってきます。まずはじめにクイックレジュームに関する機能の説明と使用してみての感想を言っていきたいと思います。まずはクイックレジュームがどんな機能なのかっていうのを簡単に説明していきたいと思います。クイックレジュームは今プレイしているゲームを中断して他のゲームを遊びたい時に使える機能です。例えば今プレイしているゲームをわざわざ閉じて次のゲームをプレイする必要がなく、今プレイしているゲームをそのまま中断して別のゲームを起動し、また再度先ほどプレイしていたゲームに瞬時に戻ることができるっていう機能ですね。なのでこの機能を使うと再度起動する必要がないので素早く違うゲームに移ることができます。そしてこのクイックレジュームの機能の最大の特徴としては、クイックレジュームで起動中のゲームは一つだけではなくいくつもリストに残しておくことができるっていうことと、クイックレジュームで起動したゲームはゲーム機本体の電源を切っても継続されるので、最後に中断したところから瞬時に始めることができます。なので例えば急に用事ができてゲームを中断しないといけなくなった場合、ゲームを閉じずに本体の電源を落とした場合、用事が済んで再度ゲーム機本体を起動した時に中断していたゲームがクイックレジュームのリストに残るので、そこから再度続きをプレイすることができます。注意点としてはこのクイックレジュームの機能はオンラインゲームには対応していないので、オフラインでのゲームをプレイするのにはとてもいい機能だと思いますね。実際自分はかなりこの機能を使用しています。そして次に紹介する機能の FPS ブーストというのは、その名の通りゲーム作品にもともと固定されているフレームレートをブーストしてフレームレートを向上させるという機能です。
この FPS ブーストに関しては全てのゲームが対応しているわけではなくて、 FPS ブーストに対応したゲーム作品というものがあります。対応作品は100タイトルを超えるものになるので、詳しくどんなゲーム作品が FPS ブーストに対応しているのか知りたい方は、別にいくつか動画を上げているので、そちらで見ていただけたらと思います。この FPS ブーストに対応した作品であれば、例えばもともと 30fps で固定だったゲームが 60fps でプレイできたり、または 120fps でプレイできるようになるということです。この FPS ブーストに対応したゲーム作品は、単に新しめのゲームだけではなくて、7、8年前のゲームで、それまで 30fps だったゲームが 60fps でプレイすることができるので、過去のゲーム作品を次世代ゲームのような高フレームレートで遊べるっていうのが、ゲーマーにとってはありがたい機能だと思います。やっぱりゲーム作品によってはいくつもの続編を持つゲーム作品も中にはありますので、初期の頃の作品をプレイしたい方なんかには、フレームレートが向上することによって古臭さを感じさせないプレイ体験を得られるっていうのは素晴らしい機能だと思います。そしてこの FPS ブーストに並ぶもう一つの重要な機能として挙げられるのが、オート HDR という機能です。このオート HDR という機能は、もともとあるゲームの色彩を向上させ、HDR の画質レベルまで引き上げるといった機能になります。これはゲーム作品とは関係なく、このゲーム機本体に備わっている機能として、ゲーム作品を自動で高い色彩に向上させてくれる機能ですね。もちろん画質自体が変わるわけではないのですが、ゲーム内での色彩が向上することによって、明暗がはっきりしたり、鮮やかな色合いでゲームをプレイすることができるので、同じゲームでもこれまでとは違った印象のゲーム体験をすることができます。なので先ほども話した FPS ブーストとこのオート HDR の機能が組み合わさることによって、過去のゲーム作品が次世代機でプレイする価値のあるゲーム作品にまで蘇ることができます。このオート HDR と FPS ブーストという機能は、特に過去のゲーム作品を懸念する現代のプレイヤーにとってはかなりいい機能ではないでしょうか。過去の名作が現代のゲーム体験と釣り合わないという理由だけで忘れ去られるにはもったいないと思います。どうしても現在プレイしているゲーム作品は高画質、高フレームレートのものが多くなってきていますので、その中に何年も前のゲーム作品が入ってくるのには、画質やフレームレートといった部分で足りない要素がどうしてもあると思います。特に最近は 60fps でのプレイ体験をした後で 30fps のゲーム作品をプレイすると物足りなさを感じてしまう方が多いと思います。これに関しては映画でも同じことが言えると思います。例えば Netflix で映画やドラマを見ようと思った時に、新作を好んで視聴する方が大半を占めていると思います。理由は簡単で、今更古い画質の映画を見ようと思う方が少ないからだと思います。でももし仮に今の新作と大差ない高画質で過去の名作を見ることができるのなら、今よりも視聴しやすいと思います。 Xbox には月額を払って多くのゲームをプレイすることができる Netflix のようなサブスクリプションサービスがありますが、このゲームパスでももちろん新しいゲームだけではなく古いゲームもたくさん存在します。その中には FPS ブーストやオート HDR に対応した過去の名作がたくさんあります。個人的にはこれはかなりありがたいことだなと思っていて、画質やフレームレートが見劣りするという理由でこれまでプレイしてこなかった過去の名作をゲームパスを通してこれからプレイしてみたいって思えるような環境が揃っていると思います。ゲームパスには現在300タイトルを超えるゲーム作品があるんですが、このゲームパスでの選択画面自体もすごく使いやすくて、ジャンル別に作品を探すことはもちろん、これから追加される新作のタイトル一覧であったり、もうすぐゲームパスから消えてしまう作品を一目で見ることができる他に、プレイリストのように自分がこれから遊ぼうと思う作品をリストに追加することができます。そしてこれまではなかったんですが、最近追加された機能として、ゲームパス内のゲーム作品がクラウドのストリーミング機能を使ってプレイすることができるようになりました。これは Xbox の機能の一つとしてある xCloud という機能になるんですが、この xCloud がゲームパス内で使用できることによって、ゲームをダウンロードする前に試しに遊ぶことができるのと、例えばゲーム機本体の空き容量が少なくなってきた時、この xCloud 機能を使ってストリーミングを通してゲームをプレイすることができるようになっています。なのでわざわざ新しいゲームをプレイしてみたいがために、今あるゲームを削除してゲームをダウンロードする必要がないですね。まずはこの xCloud を通してストリーミングでゲームをプレイしてみて、ダウンロードしたくなるゲームであればそれからダウンロードしてみることができるので、これはかなり使い勝手がいい機能ですね。
そしてそのストリーミングで遊んだゲーム作品のデータはゲームをダウンロードした後にも継続されるので、せっかくストリーミングで遊んだセーブデータが消えることなくダウンロード後継続してプレイすることができるっていうのがいいですね。この X クラウドという機能はマイクロソフトが提供するクラウドゲーミングのサービスで、ゲームパスアルティメット会員であれば誰もが使用できる機能になっています。コンソールだけではなくてスマホやノートパソコン、タブレットなんかでも専用のアプリを使って使用することができるので、コントローラーさえ持っていれば携帯電話やパソコンを通して旅行先でもゲームパスのゲーム作品が遊べるっていうのがいいですね。そして個人的にはこの X クラウドの機能の部分に、この Xbox のコントローラーがなぜ電池交換式になっているのかっていうところにうまいことつながってくるところだと思っています。出先や旅行先などで X クラウドを使用したいと思った場合、コントローラーが電池の交換式の方が利用する側としては都合がいいんですよね。出先でコントローラーを充電する場所を探すよりも、必ずどこかで売っている電池を買って使い終えたら交換の方が楽ですよね。こういった感じで個人的にこの1年間 Xbox を使用していて思った感想としては、いくつもある Xbox のそれぞれの機能がそれ単体でも成立しているんですが、どの機能も最終的には快適なゲーム環境というところに行き着くという意味では、それぞれの機能がお互いの欠点を補うようにして連動しているのがすごくいいと思いますね。実はこれらの機能は発売当初はなくて、この1年間を通して Xbox がアップデートを続けてきた中で存在している機能になるので、これに関してはこの Xbox のこれまでの努力に帽子を上げなければいけませんね。ただ X クラウドの欠点としては、今現在はベータ版なので、今の段階で完璧なゲーム体験が整っているかっていうと、そういうわけではないですね。やっぱり遅延があったりラグが発生したりっていう部分もあるんですが、これも少しずつこれから良くなってくる部分だと思います。このベータ版の X クラウドが実際にベータ版でなくなった時に、クラウドゲーミングで今以上のゲーム体験を得ることができるようになると思います。そしてここからは UI やストア、ウェブの機能や性能といったところのレビューに移っていきたいと思います。 UI に関して言えばすごくシンプルで使いやすく、カスタマイズ要素も備えているので、ユーザーに応じて使い方を変更できるっていうのがすごくいいですね。ここにも今年に入ってからのアップデートで追加されたものがいくつかあるんですが、まずは UI 自体が以前は 1080p だったものが 4K 画質のものに変更されたことによって、以前よりも文字などが非常に見やすくなっているっていうことと、コントローラーの真ん中にある X ボタンを押すことによって表示される項目の中から、現在クイックレジュームで使用しているゲーム作品をすぐに選ぶことができたり、そのゲームが今クイックレジュームを使用しているゲームなのか、またはオート HDR、FPS ブーストに対応している作品かどうかっていうのを確認することができるようになっています。その他にもグループを作成することによって、グループ内に Netflix や YouTube のようなアプリを項目として入れておいたり、よく遊ぶゲームを項目の中に入れておくことや、ボタンを長押しすることによって Xbox 本体の電源を落とすこと、またはコントローラーのみの電源を落とすことを選ぶことができるので、コントローラーのセンターにある X ボタンを押すだけで大体の作業を済ますことができるっていうのがとても便利ですね。ストアに関しては、Xbox では Microsoft Store というものを通してゲームを購入するような形になるんですが、このストアに関しても非常に整理されていて見やすいストアだと思いますね。それと定期的に Xbox のゲームパス加入者の特典として、ストア内にあるゲームが値引きされていたりするので、そういった面でもゲームパス加入者が一度ゲームパスで遊んだゲームをマイクロソフトストアで買いやすくなるというのは加入者としてはありがたいですね。その他にも Xbox ゴールド会員に向けて毎週入れ替わるフリープレイデイズ作品というものがあって、これは週末の数日間いくつかあるゲーム作品を購入しなくても無料で体験できるというものがあります。これもたまに更新される作品の中で面白そうなものがあればプレイしてみるっていうのができるので、作品の購入前の検討材料としてはありがたいですね。そしてストア内でセールを行っている作品や販売している作品がもしゲームパスに追加されている作品であれば、その場で確認することができるようになっているので、セールの時なんかにもし購入しようと思っていたゲームがあれば、一度ゲームパスで遊んでみて本当に購入したいゲームなのかっていうのを再確認することもできるので、後で後悔することがないと思います。そしてこのストアの中でゲーム作品を見ていると、中にはスマートデリバリーと表示されているゲーム作品が出てくると思います。
スマートデリバリーっていうのは Xbox シリーズ X、シリーズ S で初めて導入された技術で、このスマートデリバリーに対応したゲーム作品を一度購入すると自動でゲーム機本体にあった最高のパフォーマンスで遊ぶことができるようになるというものです。例えば次世代機を持っていない Xbox One のプレイヤーがスマートデリバリーに対応したゲーム作品を購入し、後に次世代 Xbox シリーズ X またはシリーズ S を購入できた場合、スマートデリバリーに対応したゲーム作品は無料で次世代機向けにアップグレードされたゲーム作品としてシリーズ X で遊ぶことができるようになります。逆に次世代機でスマートデリバリー作品を購入した場合、 Xbox One でもそのゲーム作品が Xbox One に最適化された状態で遊ぶことができるというものです。このスマートデリバリーという機能はシリーズ X しか持っていない自分としては個人的にはあまり恩恵を受けていませんが、これから Xbox シリーズ X またはシリーズ S のような次世代 Xbox の購入を検討している方は、 Xbox One でスマートデリバリーに対応したゲーム作品を購入し、後に次世代機でアップグレードしたいっていう方にとってはかなりありがたい機能だと思いますね。ただもちろん全てのゲーム作品がスマートデリバリーに対応しているわけではないので、ゲーム作品を購入する前に事前にご自身で確認しておく必要があります。そして次がシリーズ X の最後のレビュー項目となるんですけども、 Xbox のブラウザ機能に Microsoft Edge っていうのがあるんですが、この Microsoft Edge がすごく優秀なブラウザ機能で、これに関して大幅なアップデートをしたことによって、これまでただ単にネットを見るといった機能だったものが、ストリーミングサービスの Stadia であったり、または PC ゲーマーが使用するオンラインショップの Steam なんかを使用することができるようになっていて、かなり充実したブラウザ機能になっています。これまでコンソールにあるブラウザ機能っていうのはあくまでもおまけ程度のもので、パソコンなどのブラウザ機能と比べてしまうとどうしても機能面として優れていないということが普通だったんですが、この新しい Microsoft Edge に関して言えばかなりパソコンに近いブラウザ機能を果たしてくれているものだと思います。これに関しては別動画で詳しい説明を作ってあるので、気になった方はそちらの方で確認してみてください。とまあ今回ですね、いろいろと Xbox シリーズ X の機能面であったりとか、使用してみての使いやすさなどをレビューとしてまとめていったんですが、結論としては今回1年間 Xbox シリーズ X を使ってみて思ったことは、これが次世代機なのかっていうぐらいいろいろ驚かされることがこの小さな箱には詰まっていると思いました。これまで使ってきて特に不満に感じたものっていうのはないんですが、まああえて言うなら、ゲームパスにある作品やマイクロソフトストアで購入できる作品の中に日本語にローカライズされてない作品がまだまだあるっていうのは、日本のゲーマーにとっては Xbox をメインのゲーム機として選ぶのに懸念される点ではないかなっていうのは少なからず思います。ただ今後発売されていくゲームに関して言えば、 Xbox 独占のスターフィールドであったり、フォルツァホライズン5、それからヘイローインフィニットなんかは日本語に対応しているので、今後増えていくゲーム作品は日本語にローカライズされていくものが増えてくる可能性としては十分ありますね。ただその他に関して言えば、これまでお伝えしてきた通り次世代機としてかなり優秀だと思うので、メインのゲーム機として購入するのは僕個人的にはかなりおすすめです。自分も以前そうだったんですが、もし今まで Xbox を使ったことがない、どんなものかわからないし今まで興味がなかったっていう方でも、今回次世代機として登場したこの Xbox シリーズ X に関して言えば、買っても全く損することがないゲーム機だと思いますね。どちらかというと個人的には今まで Xbox を食わず嫌いしてきた方に気持ちよく進めることができるゲーム機ですね。自分としてはそれこそヨーロッパに住んでいて日本と違う環境で Xbox シリーズ X を使用しているっていうのはあると思うんですが、今回次世代機として初めてこの Xbox シリーズ X を選んで大満足ですね。もちろん今はまだチップ不足の問題であったり、転売ヤーによる問題で興味を持っている方でも次世代 Xbox を買えないっていう方はすごく多いと思うんですが、もしこれから次世代機を買いたい、買えるチャンスがあるっていう方は今が買い時だと思います。というのもこれまで話してきた通り、この1年間を通してアップデートされた機能がたくさんあるので、今でこそこの Xbox シリーズ X がようやく完成形に近づいたって言ってもいいと思います。なのでこれからシリーズ X を購入される方は、これまで紹介してきた機能を全てフルで活用することができる状態での購入っていう形になるので、次世代機としてシリーズ X を購入する時期としてはこれからがベストだと思いますね。今回の動画かなり長くなってしまったと思うんですが、今回のレビュー動画が Xbox シリーズ X に興味を持っている方、
もしくは気になっているけど不安なところがあるっていう方の購入の参考に少しでもなればいいなと思っています。今回の動画はこの辺で終わりたいと思いますが、今後もこのチャンネルでは引き続きこういった Xbox に関するゲーム情報や実況動画を中心に配信していきたいと思いますので、今回の動画ためになったなっていう方はぜひ LIKE ボタンと Xbox の情報をもっと見たいなっていう方はよかったらチャンネル登録もお願いします。それでは今回この辺で終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。